どうもこんばんは、なっちでございます。本日はヘラベオークですね。ヘラベオークの軟体化編成ってやつが来ました。今日もアルテミスで行ってみたいと思います。でまたね、これ相性のいいキャラクターがおるわけですよ。水属性を確保しながらも封印耐性を全て補えるこのラグウェルってキャラクターね。意外とこいつね、スリムなんだよね。本編だとこう凝縮されてるんで、意外となんだろう、この腹とかさ膨れてるように見えるんですけど、クロスとかあとはレーダーの方で見ると意外とスリムなんですよね。どっちかっていうと東洋の、竜って感じがしますが、羽がなんかドラゴンっぽかったりよくわかりません。でもかっこいいです。ただね他の性能が地味でね、スキルがね、まずね HP5% 減少っていう、 5% グラビティなんで、 5% ダメージじゃなくてグラビティなんで、まあこれは若干地味ですよね。まあ、逆に言えば継承しやすいんだけど、本人がスキブなかったりとか、まあそういう問題があるんでね、まあこういうとこで使えるんじゃないのかなってことで使っていきます。はい、リーダーはアルテミスですね。神キラーを今回も積んでおります。悪魔キラーでも今回は大丈夫ですね。ですね。ハーデスも悪魔なんで多分大丈夫ですね。あ、どうだろう、わかんない。ハーデス両方悪魔なのかな。ヘラビオークにいるのはこいつなんですけど、悪魔タイプですね。はい、そうで、アルテミスといえばですね、昨日ファンレターが届きまして、こんなね可愛いイラストをねいただきました。ありがとうございます。トロフィー、パズドレの対戦のトロフィーがね明日届くということで、まあそれちょうどいいタイミングでねイラストが送られてきまして、ありがとうございます。ちゃんとなんかね、トロフィーも名前彫ってくれたらしくて、結構遅れちゃったんだけど、1ヶ月前ぐらいだっけ、忘れたいつやったか忘れたわ、あれ。そうで、あとね、アルテミスといえばスターリングドレスってやつがね出るみたいで、あれも楽しみですね。相性いいもんね、意外とね。まあ水属性のやつなんでボーナスは乗らないと思うんですけど、キドロップ強化、水ドロップ強化で延長で変換もちゃんと両方作れますから、いいよね。ってことで、じゃあ次回はね、ぜひスターリングドレスを着たアルテミスをね誰かお願いします。はい、行きましょう。こちらですね、操縦飛、神王飛だよね。だから操縦飛なのかな。フレンドさんはスターウェイクランドでいいですかね。でもあれだもんね、別に光があるわけじゃないんで、光吸収も別に怖くはないんだよね。行きまーす。盤面すごくいいんだが、どうした。でスキルダメも今回はしません。もう継承もしてきてないんで、ハーデスで少し貯めて、リバヤさんでも少し貯めたらもう勝てるんじゃねえのかっていう、そんな感じです。よろしくお願いします。はいはい、ここは楽勝ですね。でアルラウネで回復します。この子バインドとかあったかな。バインドがあるのがあっちだったっけ、樹海にいた方だっけ、あんまり覚えてませんが、なんかバインドがあった気がするんで倒しておいて、でハーデスをチミチミ殴りながら倒せばね大丈夫だと思いますので、できっと神キラーがあるからこいつもそんなにね硬いわけではないでしょう。あ、大丈夫か。ほれ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 、めっちゃ減っちゃうんで、まあここもゆっくりゆっくり、あと2の時にね倒しましょうか。はい、倒します。まあ、楽勝ですね、この辺もね。エースくんぐらいじゃないかな、本当に怖いのは。最終日がエースくんなんで、若干そこ不安なんだよね。普通に先制とかね、めんどくさかったし、火のやつとか出ると普通に勝てない説がありますので、あそこは難しそうなんだよな。ここもなんなら水消さなくてもさ、倒せるんじゃないかっていう疑惑がね、ありますよね。あ、さすがにそれはなかった。そうだね、コンボ強化もないし、キラーもないんで、そんなもんか。よし、お疲れ様でした。あとは変換打ってね、勝ちでしょう。ちょろいですね。なんで本当に光を使う方だけ注意してくださいって感じです。あとは封印か。封印と光吸収に注意してくださいっていうダンジョンだと思います。耐えないよね、さすがに。
OK。 いや、ラグウェル大活躍ですね、これは。ありがとうございます。なかなかね、封印3つ持ってるキャラクター、3つ以上か、リダフレで1個あるとして封印3つ以上持ってるキャラクターはチェスターとか、あとはコナン君も確か持ってましたけど、意外と少ないんでね、ぜひこいつを生かしてやってください。あとはまた雑談なんですけど、うちに毎回湧くんすよ、レーダーのトレジャーが。あれ何なんだろうね。駅に置かれてんのか分かんないけど、今んとこね、その12時間おきにトレジャー変わるじゃないですか。あそこで湧かなかったことがないのよ。毎回置いてあんのよ、何かしらが。まあ、若干位置は違うんだけどね、上にあったり下にあったりするんだけど、毎回あるんでね、ありがたいっすよね。キングダイヤドラゴンとか湧いたらありがたいっすよね。週でローテーションだったらさらにありがたいっすよね。まあそんな感じでトレジャーもね集めておりますので、またあのフルーツとかね、どうしようかな。特に欲しいのないんだけど、久しぶりにあのメロドラチャレンジとかねやってもいいかなと思いましたので、まあその辺もいつかやってきたらいいなと思っております。以上ナッチでございました。明日も頑張りましょう。バイバイ。